はい、こんにちは、こんばんは、葵です。アパシー殺人クラブ17回目始めます。さて、結構ね、長い間エミちゃん以外のキャラクターが主人公のシナリオをやってきたんですが、多分ね、今回からまたね、エミちゃんが主人公に戻ると思います。で、今回は一番最初にやったシナリオ、フレットシャークの分岐の手前あたりじゃないですかね。そのあたりから探していこうかなと思っております。それではスタート。はい、まあ最初からなんですが、ここで最初の獲物を、まあ当然、1年生の女子生徒ですね、エミちゃんしかないよね。うん。で、ちょっと飛ばしましょうか。その先の、まあ多分、分岐あるね。そう、ここだね、多分。うん。早い者勝ちの先にあった、まあ分岐シナリオのトイレットシャークだったので、七不思議の集会とする。うん。また話すのかな？行きましょう。七不思議の集会とする。あ、うさぎちゃんを囲んで怖い話をするやつだね。いいね、あれ。それじゃ、早速、怖い話を考えないと。今回は、どんな話で怖がらせてあげよっかな。コメディだろ、お前のは。それじゃ、一週間後の6月9日金曜日、放課後3時、新聞部の部室に倉田恵美を呼ぶ。学校新聞に学校の七不思議の特集を組むので、集めた7人の語り部から怖い話を聞くように伝えておく。まあ、おなじみのやつだよね。でもね、でもこっから違うのが殺人クラブなんだよね。しかし、実際には6人しか集まらない。お前たち6人でせいぜい怖い話をして盛り上げてやってくれ。そして最後に7人目の俺が登場し、あとはいつも通りだ。大いに楽しもうじゃないか。それまではこのウサギを想像し楽しんでくれたまえ。なるほどね。はい、ここで倉田恵美ちゃんのパートになるんだけど、うん、さなえちゃんと二人で、どう言ったらいいの？恋バナまではいかないのか？坂上の話をしだすんだよね、さなえちゃんが。うん。で、ちょっと飛ばしますね。で、このあたりで、そうそうそう。うん、さなえちゃんが坂上のことを気にしてて、ちょっと恵美ちゃんにいろいろ聞こうとするんだよね。揺さぶってみようかしら。鈍いふりしてみようかしら。話題を変えてみようかしら。うん、変えようか。ね。ねえねえ、さなえちゃん、話は変わるけれど、綾野浩二さんの技って知ってる？あ、唐突に、エミちゃんから振ったんだ。あの、鼻の異常にいい、綾野浩二さんね。え、綾野浩二さん？鳴神学園の人ですか？うん、マンモス校だから知らない人が多いんだよね。うん、3年の先輩なんだけどね。なんでも、ものすごく匂いに敏感で、いつもマスクをしているらしいの。でね、なんでも悪魔を呼び出せるんだって、もうそういうキャラになってんだね。固定されてんだ。悪魔？悪魔って地獄にいる、あの怖い顔をした悪魔ですか？怖い顔とは限らんと思うけど。そうよ、あの悪魔。もし本当に悪魔を呼び出せるなら、見てみたくない？え、そんな、私、怖いから遠慮しますよ。何言ってるの、さなえちゃん。さなえちゃんが怖いだなんて面白いジョーク言わないで。強い味方ついてるからね。でも私本当に、倉田さーん。このぬぼーっとした声は。あ、坂上くんです。何しに来たのかしら、坂上。タイミング良すぎるんじゃないの？来た。いや、倉田さん、今帰るとこ？あら、坂上くん、どうしたの？そんなに急いで。倉田さん、忘れちゃったのかい？今日は、ほら、例の。今日は別に誰とも約束してないよ。部活も休みだじゃん。思い出した？今日は日野先輩に頼まれて、今度出す学校新聞の企画を進めるはずだったでしょ？呼ばれたみんなはもう部室に集まってると思うよ。そうだわ、忘れていたわ。私ったら、なんという落ち度。何考えてたのかしら、まったく。将来ジャーナリストを目指す私ともあろうものが大失態じゃないの。このガツガツしたエミちゃんが。私、日野先輩直々に今度の学校新聞で組む特集企画を一任されていたんだわ。
学校の七不思議の特集を組むので日野先輩が部室に集めてくれた人たちから怖い話を聞いてまとめるんだっけ。重大な役目よ。それが今日の放課後、初めて任された大役なのに。この企画をこなせば再来年の部長の椅子は間違いなく私のものになるのに、なりたいんだね。日野先輩も私に頭上がらなくなるし、坂上だって奴隷としてこき使えるのに。それなのにスコーンと忘れていたなんて。あ、私のバカバカ、ここは一つ。うん、そうね。まあ集会だけに行くか。坂上くん代わってくれる？うん、あの企画なくなったわ。それごまかし？どうしようかな。まあ行くか。行きましょうよ。はい。坂上くん、私決して忘れたわけじゃないのよ。サナエちゃんを校門まで見送って、まさに今から部室に行くとこだったのよ。でもわざわざ教えに来てくれた坂上くんには感謝してるわ。本当に感謝しなさいよ。無駄足になってしまったけど、企画は私に任せて。この特集は最高の記事を書いてみせるわ。じゃあね、坂上くん。うん、頑張ってね、倉田さん。もっと感謝しろ。急げ、急げ、急げ、大丈夫よ。何事もなかったふりをして、部室のドアを開ければいいんだわ。私ならできる。自分を信じて。エミちゃん、私ならできるわ。自己催眠？自己暗示かな。着いたわ、新聞部よ。深呼吸、深呼吸。落ち着いて。落ち着くのよ、エミちゃん。まだ30分しか遅れてないわ。大丈夫よ。人によっては30分は致命的かもな。理由なんて、どうとでも取り繕えるわ。さあ、行くわよ。こんにちは。ずらり。おー、いい家だ。うわ、みんな、ひょっとして、怒ってる？何かものすごく不機嫌そうなんだけど。でも、割とニコニコ笑ってる人もいるよね。大丈夫。こんな時こそ、笑顔、笑顔。あれ？ひ、ふ、み、よ、6人？ひょっとして、6人しかいない？目ざといね。なんだ、焦って損しちゃったじゃないの。全員揃ってないじゃん。でもこれ予定調和なんだよな。私より遅刻した人がいるなんて超ラッキー。へ、助かっちゃった。あなたが7人目ですか？うわ、何このカビ吐いてそうなネクラ男は。気味悪い。あ、でも、上履きが青色だから2年生か。先輩じゃん。下手なことは言えないわね。ここは一つ。うん。私は聞き役です。そうです。私が7人目です。これは、取っときたいね。7人目取っときたいな。まあ、聞き役、どうだろう。どうしようかな。じゃあ聞き役で。はい、そうです。私が聞き役の倉田恵美です。よろしくお願いします。そうですか。あなたが聞き役の新聞部の方ですか。はい、聞き役の新聞部の1年生、倉田恵美と言います。もうみんな知ってるけどな。うさぎちゃんとか言われてるから。今日は皆さんの話をお伺いするように日野先輩から言われてきました。どうぞよろしくお願いします。そう言って私はペコリと頭を下げたわ。ここで私が司会進行を完璧に務め上げ、そんじゃそこらの1年との格の違いを見せつけてやるわよ。約束をすっぽかして遅れた分はここから挽回よ。私は決意も新たに空いていた席に腰を下ろしたわ。ふぅ、それにしても後の一人遅いわね。一体何やってんのかしら。お、結構分岐きますね。もう少し待つ。もう会を始める。どうしようかな。ちょっと待ってみるかね。やっぱりちゃんと7人揃うまで待たないとダメよね。ここは来るまでおとなしくしてみましょう。うん。それにしても遅すぎるわよね。一体いつになったら来るのかしら。ここは責任者にクレーム入れないとダメよね。日野さん？ってことでスマホで日野先輩に電話したり、なんとか連絡取ってみたりしようとしたけど、点でダメ。あの人何してんの？可愛い後輩が SOS 出してるってのに、ガン虫とはいい度胸してんじゃない。んだ。今度の小説で痛い目に合わせてやろう。小説か。っていうか、誰が来るのか日野先輩にしかわかんないのってどうなの？そういうワクワク要素いる？ああ、もう滑り出しからダメダメね。
なんだか周りの人たちも暗い感じだし、ちょっと空気悪いんじゃない？よし、じゃあ。え？もう会始める？もう少し待つ？待つ？二回目来たな。じゃあもう少し待つか。一回待ったんだから、とことん待とう。もう少し待ってみましょう。もしかしたら七人目の人は急いでこちらに向かってるかもしれないもんね。遅い、遅いわ。一体いつになったら来るのかしら。木野先輩からの折り返しの電話も全くなし。なんだか周りの人たちも暗いというよりピリピリと苛立っているのが手に取るように分かってしまう。ちょっとどうすんのよ、この空気。早く来てよ、七人目。いやでも、二回待ったんだから三回待つよな。あと少し、あと少しだけ、待ってみましょう。もしかしたら、今まさにこのタイミングで七人目が入ってくるかもしれないもんね。どうだろう、これは。遅い、遅すぎるわ。これはちょっとひどいんじゃないの？もしかして七人目の人、今日の集会のこと忘れてんじゃないの？君もな？ちょ、前にいる、こわもてのお兄さん、超不機嫌そうな顔してんだけど、うん、これわかってるから、演技なんだろうね。まあ、振動なんだけどね。もう、そんな顔しないでよ。余計こっちが話しづらいじゃないのよ。ああ、もう嫌だ。せっかく頑張ってきたのに、七人目のおかげで台無しじゃないの。ほんと、時間を守らない人間って最低よね。人の約束すっぽかすなんて何様のつもり？ 30 分待たしといてよく言うな。うん。これ最後な気がするな。もう少し待つ？どうだろう。もうこうなら、やけよ。来るまで待ってやるんだから。いや、日野しか来ないよ。来なくても私のせいじゃないもん。約束すっぽかすのやつを選んだ、あのキザメガネのせいだもん。いつも副部長のくせに部長より仕切りやがって。そうそうなんだよね、彼は副部長なんだよな。ん？ん？これはどうすんだこれ。あ、福ちゃん、七人目来ないね。ねえねえ、もう始めちゃおうよ。いえ、まだ七人目が来てませんから。もう意地になってる。こんだけ待っても来ないんだから、きっともう来ないんだよ。じゃあそうなると今日の集まりも中止にした方がいいですよね。え、なんで中止にしちゃうの？だって七不思議の集会に6人しか集まらないなんてお話にならないじゃないですか。あれですよ、福神漬けのないカレーみたいなもんですよ。そりゃそうだけどさーって、同意しちゃった。何してんの？日野に電話？あ、もしもし、ライラー県ですか？餃子2皿に特製チャーシュー麺1つお願いします。出前か。あ、ちょっと待ってくださいね。皆さんお腹空いてません？今から出前取りますけど何がいいですか？おいおい、勝手にそんなことしていいのかよ。あ、お金のことなら気にしないでください。全部こちら、かっこ日野先輩持ちですから。ゲストの皆様をお待たせしてしまっている、せめてものお詫びとしてここは1つおごらせてください、日野がな。そうなの？じゃあ僕、ネギからチャーシュー麺一ついいのか？おい。いいじゃないか。せっかく出前を用意してくれると言うんだから。人の行為は無限にしちゃ悪いからね。じゃあ僕は味噌ラーメンをもらっちゃおうかな。あ、おもりで。それだけでいいの？あ、来るな、これは。それから、カニチャーハンと餃子3人前。もし、カレーもあれば、カレーを特盛りでいただいてもいいかな。ふへへ。じゃあ私も頼む。いいですよ、もうどんどん頼んじゃってください。高いもん頼もうぜ。日野先輩のバーカ、こんだけ待たせやがって。人生ミスもいいとこなんじゃないの。こうなら日野先輩のつけで出前頼みまくってやるんだから。怖っ。ラーメンだけじゃなくてお寿司なんかもどうですか？ほんと私特上がいい。そちらのお姉さんは？私魚は食べないの。あ、そうなんですか。大丈夫ですよ。今出前頼むところ、サラダ寿司とか、ちょっと変わってアボカド寿司なんてのもあるんですよ。あら、面白いものがあるのね。それいただこうかしら。岩下ちゃん食いついちゃった。僕は、イカのゲソをお願いします。なんからしいね。あ、ゲソですか。ゲソなんかよりももっと高いものを頼んでもいいんですよ。あなた2の好むもの分かってませんね。いいですか。
ゲソと一口に言っても喋りそう。クラリタさん、僕さっきの全部キャンセルして大トロ12枚でお願いします。ああ、おめえら。あ、お兄さんは何します？ちょっと、人の話聞いてますか？あなた、怒ってる。仕方ねえな。特上の握り3人前、サビ抜きで。わさび、ダメなんだ。はい、了解です。大変なことになるぞ。あいつら今頃守備よくやってる頃かな。よろしく食べてるよ。さすがにもう終わってしまったかもしれんな。どれ、そろそろ顔を出してみるか。なんだ、やけに騒がしいが。出前の兄ちゃん。あ、ちょっとすみません。あ？高そう。すみません、お待たせしました。ピザーラです。ピザーラね。あ、どもどもすいません、校内まで来てもらっちゃって。何やってんだお前ら。あ、日野先輩、いいとこに来ましたね。皆さんすいません、お会計はこのメガネの人からお願いしますね。みんな待ってんだ。あ、何言ってんだお前。だって先輩が呼んだ七人目がちっとも来ないから、ゲストの皆様をお待たせするのは非常に悪いなと思って、七人目が来るまでおもてなしをしてたんです。どうも、お会計合計で24,000円になります。これは学生にはきついな。高っ！お前らどんだけ頼んでんだよ。だって、食べ盛りの男の子がいっぱいいるんですよ。それくらいにもなりますよ。高いもん頼んだからだよね。特に、細田さんなんか一人で8枚も頼んじゃって。おい、細田。あ、日野先輩じゃないですか。もうお疲れ様で、食ったまま喋るな。一体何してんだお前らは。いや、この1年生の子は待たせるのは悪いからっていろいろと注文してくれてね。できた後輩で羨ましいな。お前も食いながら喋るな。お前ら例のあれはどうなんだ。なんかお腹いっぱいになっちゃったし、なんかやる気出なくなっちゃって、それにこれだけゴチになっちゃったらちょっとね。いや、ゴチするの日野先輩だからね。まあいいじゃねえか日野、七不思議の集会はまたいつでもできるしな。あ、そこのたこ焼き取ってくれ。そうそう、あ、その大トロ僕のなんだから食べないでくれるかな。あなたの大トロ、そんなの関係ないでしょ。そこでも喧嘩。それにあなた、さっきから見たところ大トロだけしか食べてないようですが。僕はいいんだよ。それより君には大トロというよりカッパ巻きの方がお似合いだね。煽り合ってるな。あっあっあっ、頭のお皿に水入れてきた方がいいんじゃないの。今の発言聞き捨てなりませんね。どういう意味でしょうか。別にそのまんまの意味だけど。あ、なんだか君くちばしの色が悪いよ。今の発言もう一度言っていただけますか。できれば僕の目を見て一語一句漏らさずはっきりと伝えていただきたいんですが。火薬の匂いがする。お前らな、あの、早いところ24,000円の支払いお願いします。いや、だからなんで俺が払わなくちゃならないんだよ。日野先輩言ったじゃないですか、私まだ1年生だから自信がないですと言った時、俺にできることなら何でも協力してやるから頑張れって言ったかな。だから私なりに一生懸命考えたんですよ。だからって出前頼むな。代金はあんたからもらえばいいのかい。特上寿司17人前、51,000円。あ？もうこちつら1時間も待ってんだよ。早いとこ払ってくれよ。8,500円。ラーメン屋でこれは高いな。おいおい、ちょっと待ってくれよ。さあ、さあ、さあ。今は実は持ち合わせがなくて、勘弁してもらえないだろうか。払う気はあるってのは偉いな。じゃあ兄さんの家に行こうか。俺の家まで取り立てに来るっていうのか？皆さん、日野先輩はこれから自宅まで行ってお金取ってくるそうですよ。じゃんじゃん頼みましょう。追加かい。待ちぼうけを食らっちゃったけど、その分美味しい思いができたから、結果オーライかな。7人目が来なくてラッキー。こんな感じなら、また七不思議の集会やってもいいわね。のふ。というバットだね、これは。みんなで食い放題。ああ、これは幸せなエンドだね。よし、一個前に戻りました。もうこれ、回始めますか。
ね。どうでしょうか。このまま待っていても仕方がないので、そろそろ始めませんか。痺れを切らして私は皆に尋ねた。待てど暮らせど7人目なんて現れないじゃないの。時間の無駄よね。早いとこ始めちゃった方がいいわ。いいと思います。一人がうなずくと残りの人たちもそれに賛同してゆっくりとうなずいたわ。一体この人たちはどんな怖い話をしてくれるのかしら。なんだか物質の空気が妙に重く肩にのしかかっているような気がしたのは私だけ。立て付けの悪い窓から漏れる生暖かい隙間風が私の頬を舐めるように吹いている。何か得体の知れない気味の悪いものがここに潜んでいて、これから起きることを待っているような、そんな言い知れぬ恐怖を感じさせる何かがここにはある。なぜかしら、なぜそんなことを思うの？息をするのさえ苦しく思える。このくだりは完全にね、もうスーファミ版からあるからね。こんな気持ちは初めて。私はそんな思いを断ち切るようにして大きな声で言ったわ。それでは、始めましょうか。そして始まったわ。まだ見ぬ七人目を待たずして集められた六人の学校であった怖い話が。俗学校であった怖い話。なるほど。このエンドはありだよね。はい、さらに一個前の分岐に戻りました。うん、これは完全に思い出したんですが、さっきのエンドもね、これはね、デジャビューですね。僕は以前、アパシーミッドナイトコレクションをゲーム実況、完全にはやってないんですけど、やったことありまして、これ出ましたね。うん。その時にやったのが、これでしたね。だから大体分かってます。やっぱちょっとでもアレンジ入ったり、ボリュームアップしてますよね。うん。エミちゃんの殺人クラブ観察日記ですよね。とりあえずこちらで行きましょう。これ嘘なんですけどね。私が7人目っていうのは。うん。ここに6人しかいないってことは、もう一人語り部が来てないってことよね。聞き役が遅れたら、この人たちに何言われるかわからないから、ここは7人目になりすましておいた方が得よね。よし、そしちゃおっと。ま、全員知ってるんだけどね。うん、6人しかいなくて、7人目は俺が来るって日野がね、言ったよね。はい、私が7人目です。よろしくお願いしまーす。え、君、新聞部のクラチャシャンじゃないの？なんだこの太、じゃなくて、肉付きの良い、うん、骨太でがっしりした男は。どうして私の名前知ってるのよ。私こんな、太なんて言おうとしたんだろう。太っちょ？ん？骨太でがっしりした男に面識ないのに。ひょっとしてストーカー？隠れファンってやつかしら。でも今更私が聞き役の倉田恵美です、なんて言えないわよね。ここは貫きましょう。嘘言ったらずーっと突き続けなきゃいけないんだよ。違いますよ。誰かと勘違いされてるんじゃないですか？そうかい、あんたが7人目の語り部なのか。だったら名前教えてもらいてえな、名前。それは聞き役の倉田さんがお見えになってから発表したいと思います。とっさになりすますことにしちゃったけど、ここに私がいるんだから、いくら待っても聞き役が来ないことは当たり前なんだよね。さてと、どうしよっかな。どうすんの？このまま黙ってる？誰かに話しかけてみる？提案をする？これは、うん、ミッドナイトコレクション、全く覚えてないんで、まあ、提案いこうか。はい。何の提案すんの？あれから数時間が経ったわ。でも、誰も喋らない。物質には重い沈黙と人が身じろぎする音くらいしか聞こえない。はあ、はあ、私がここにいるんだから、いくら待っても進展はしないのよね。それより、本物の七人目はいつになったら来るのかしら。もしかして、すっぽかされた？もう一回なんか、頼むか、いろいろ。ピザとか。このままいるのもなんだし、早いとこ、ここの集会は終わらせちゃった方が得よね。全然来ませんね、聞き役の人。そうだね。どうしたんだろう、倉田さん。私の投げかけた声に答えたのは、そばに座っていた女の子だ。怖いよ、この子、実は。あ、私は、福沢玲子っていうの、よろしくね。よろしく。その倉田さんだけど、もしかしたら今日が集会の日だって知らなかったんじゃないですか。ほら、日野先輩ってだらしないところがあるから、倉田さんに間違った情報を流したのかもしれませんよ。あら、それじゃあ私は日野くんに裏切られたのかしら。そう言ったのは、
髪の長い女の子。美人だけど、ちょっと怖い雰囲気。ちょっとかな。いえ、そういうわけじゃないんですけど。何その発言？裏切り？日野さんと付き合ってるのかしら？日野さんってこういう女がタイプなの？ひょっとして M？ この女、間違いなく S っぽいから。日野さんは絶対に M よ。間違いない。そうなんですか？なるほど。そうだったのか。決めつけちゃった。もっと突っ込んで聞きたいところだけど、今はこの集会を終わらせる方が先決だわ。それで、なんかこのままここで待っていても倉田さんが来る気配がないんで、後で日野先輩に今日のことを説明してですね。また別の日にセッティングしてもらえませんか？ナイスアイデア。どうせ来ない人を待つより、そっちの方がいいに決まってるじゃない。さっさと帰ってお風呂に入ろう。あら、ダメよ。私はここで倉田さんに怖い話を聞かせる約束をしたんだから。なんて頑固な女なのかしら。こんなに待ってこなかったんだから、さっさと帰ろうと思わないのかしら。さすが S だわ。それもそうだね。私、家に帰ってもすることないし、倉田さんが来るまで待ってよ。何こいつら、なんて暇な連中なのかしら。こんなとこで怖い話するより、もっと楽しいこと世の中にいっぱいあるでしょうが。福沢さんまでそう言うし、他のみんなも何も言わないけど、どうやらまだ来ていない倉田恵美を待つみたい。ああ、もう、これじゃあ私が帰れないじゃない。このままこの人たちを残して帰ってもいい気がするけど、このままじゃこの人たちずっと待ってそうだし、仕方ない、ここは。すみません。私が倉田恵美です。私はこれ以上騙す自信もなくて、正直に白状してしまった。あなたが倉田さんなの？はい。それじゃあ、私たちを騙していたのね。はい。断罪するような言葉の雨。でもそれだけならよかったの。俺らを騙そうとしてたわけか。どうするよ、こいつ。ひどいよ。僕許せない。そうだね。他のみんなはどうでもいいけど、この僕まで騙そうとしたのは許せないな。騙そうとしたことは詐欺になるね。詐欺は罪だ。罪には罰だよ。お前は言うか。古来、嘘をついたら、これですよね。おー、なんか皆さん、自分の指に、それぞれ持ってるね、持ってるね。6人はいつの間に取り出したのか、手に長い針を持っていた。指切り円満、嘘ついたら針千本のまっす。ホラーだね。針千本のまっす。うん、ちょっとスプラッターだったけど、いいオチがついたところで今回は締めたいと思います。次回も、倉田恵美のシナリオですね。ご視聴ありがとうございました。続く。